どうも、キスケです。今回はドラゴンクエストライバルズ祝2周年ということで、2年かライバルズ。そうかそうか、なんか思うところがありますね僕はね、リリース当初から実況を始めてるんで、ってことは僕が YouTube に動画を上げ始めてから2年とちょっとぐらい経ってるってことか。ライバルズ実況する前は、まあ、シャドーバースちょろっと、まあ、やってたんで、2年とちょっと経ってるわけか。じゃあ僕も2周年ですね。おめでとうおめでとうございます、キスケさん。はい、ということでね、まあ2周年、1周年の時もさ、まあなんかあったような気がするんやけど、まあ2周年どういう風な、まあお祝い事があるのかっていうのを、ちょっとね、この動画にまとめて、投稿しようかなと思います。はい、早速見ていきましょう。2周年を お祝いする、シャープライバルズ2周年ということで、皆さん、ちゃんと公式ツイッターをフォローして、ハッシュタグつけて、ツイートしてあげてください。お願いしますよ。うん、いいですね、このいいな、この演出。こういうとこいいんだよな、ライバルズこういうとこはいいんだよな。はい、ということで11月2日土曜日、もうちょいですね、ほんまに。ドラゴンクエストライバルズは2周年、今年も豪華キャンペーンを開催ということで、見ていきましょう、キャンペーン。はい、ざーっと豪華8大イベント開催ですね。はい、まずこれ1個ずつ見ていく、チェックするってどうなの。ああ、そういう感じになるんや。そうやったらいいや自分で見ていくわ。はい、まあじゃあこうやってざーっと見ていったらいいんかな。詳細情報ということで、はい、ゲーム内イベント、11月2日限定2周年記念レジェンドレア確定デラックスパックチケットプレゼント。はい、これですね。11月2日にログインした人全員にレジェンドレア確定デラックスパックチケットをプレゼントということで、これ皆さん忘れないようにね、ちゃんと11月2日限定なんでね、3日じゃダメですよあ、やべ、1日遅れたっていう人はもらえないですからね、ちゃんと2日にログインしようっていうことでしょうね。はい、うん、書いてんね、ここにちゃんと覚えといてね。はい、俺が忘れそうやな。ゲーム内イベント、2周年毎日222名に報酬キャンペーンと、抽選に参加する人には1日1回ルームマッチか2周年メモリアルマッチで対戦するだけ、両方することで当選確率2倍と。なるほどね。当選者数は去年の2倍の222名。みんなでライバレ、ライバレって言うんやほら、初めて聞いたような気がすんねんけど、こんなん言ってた、ライバレ。なるほど、言葉に訴えかけてくる感じになっちゃった。はい、あー、これは懐かしいな、ジェム1年文章240ジェム×365日イコール87,600ジェムプレゼント。めちゃめちゃ多いよな、これ。だからまあすごい簡単に計算すると、8万7000円分ぐらいが、抽選で2名にもらえると。しかもこの抽選はなんかこれやろ、これ毎日、これなんか書いてた、あ、毎日ね、毎日222名にプレゼント。いつまでやろね。だから2周年記念から毎日、2名ずつある一定の期間、この1年分のジェムがもらえると。これもらってみたいよな、もう当分課金せんでいいぞ。そして、カートパック100連文章、これも2名、5段から8段までのパックチケット25枚ずつを計100枚、これもね嬉しいですよね。そしてゴールド賞、抽選で5名、3000ゴールド。うん、まあまあまあ嬉しいかなめっちゃ落ちたくない、落差すごくない、100連でしょ。これは3000ゴールド、1回240やったっけ。じゃあまあそんな引けないっちゃ引けないですね、うん、そして錬金石賞、抽選で90名錬金石先行、
まあないよりはいいよね。当たる分には嬉しいですよね。うん。そして闘技場賞123名闘技場チケット1枚しょぼしょぼくね。え1枚だけ、もうちょいちょうだいよ、3枚ぐらいなくれてもいいかなっていう感じはするんやけど、てか闘技場チケットがさゲットあんまりできないからさ、あの闘技場やってる人少ないんじゃないの。そんなことはないの、今結構もらえるのかな、わかんないけど、まあまあまあ、とりあえず狙うはやっぱここですよね、ここ2名2名だから4名の人はもう、うまうまっていう感じの賞をもらえるわけですよね。はい。でまあ妥協してこっちで、まあ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 もらっても困らないかなっていう感じ。これあんま嬉しくないなまあ当たったっていう記念にはなるやんけどね。はい。さらにルームマッチ参加賞必ずもらえる小さなメダル5枚と、僕小さなメダルねたまりにたまりまくってるんですよね。今4000個ぐらいあるんちゃうかな、4000枚か、4000枚ぐらいあるんちゃうかな。期間、11月2日から、11月9日見づらくなったね逆に11月9日、なるほど。だからこの期間中、まあ1週間ですよね、1週間、1週間ってことは7日間でしょ。7、10、14名の方が1年分賞をもらえるということなんですよね。これ結構熱くない？うん、プレイヤー人口多分ちょっと減ってると思うから当たりやすくなってんじゃないね。ああまあでも2周年を機に始めましたっていう人が出てきてくれれば、うん、抽選確率はちょっと下がっていくけど、まあまあまあおみくじみたいなもんですよね、宝くじみたいな感じ。しかも無料でできる宝くじやからやって損はないですよね。はい。そしてゲーム内イベント2周年記念ログインボーナス、ログインボーナスも、まあ、もらえると、期間中に、累計10日間ログインで8段までの au カードが1枚必ずもらえる。どういうこと、どういうこと。1日目2枚、2日目2枚、2枚、そして5日目レジェンドレア確定、一攫千金カジノパラダイスパックチケット、はい。そして2枚来てからのこれ、あ、これが10日目 au 確定チケットなんや。へえ、だから確実にもらえると。なるほどなるほど。しかもこれ10日間って言ってるけど、期間を見ると1ヶ月あるんですよね。だからその時間がない人でも、1ヶ月まあ約30日の間に10回ログインすれば au カードは確定でもらえるということなんで、これはログインしとくでしょなんかすごい必死にライバルズ盛り上げようとしてる俺、痛いかな。いやでももらえるんですよ、お得っすよね。うん、無料なんでもらって損はないと思うんでね。だからこれから始めようかな、始める前かなって思ってる人はとりあえずまあ10日間ぐらいはログインしたったら au カードはもらえるんでね、うん、損はないかなと思います。はい。なるほど。まあでもこの au カード被っちゃったらちょっと嫌ですよね。うん、だから被った時用にさちょっと救済してほしいですよね。うん、どんな au カードでも交換できる au メダルに変えれるとかさ、まあそれぐらいしてくれたらもうウハウハでしょ皆さん。そしてゲーム内イベント2周年メモリアルマッチ、メモリアルマッチってあったっけ前まで。1日1回以上参加で2周年毎日222名に報酬キャンペーンに応募できるグランプリルールの大会、期間中16戦すると限定称号がもらえる、うん、さらに1000以内入賞で特別な限定称号がもらえる。なるほどなるほどね、はい、まあでもこのこれもこのメモリアルマッチもさっきの上のこれの抽選に入ってるんで、まあだからルームマッチとメモリアルマッチを1回1回1日することによって抽選に引っかかるようになるということなんでね、うん、楽しみですね。はい、やりましょう皆さん、1週間限定です、頑張ってみんなお次、お忘れてたこれカード人気投票、カードライバルで、ライブラリで結果発表、
1位に選ばれたカードに、特別なイラストになると、うん、前はホメロスでしたよね、うん、今回何でしょうかね。僕一回も投票してないな全然参加してねえこういう類。なんなんやろな、なんなんでしょうかね。前2位何やったっけ、青年あたりやったっけ。まあだからその辺になるのかな。同じカードっていう場合もありますよね、またホメロスみたいな、そういう可能性にもあるんで。けどこれさ、英雄カードやったらさ、前のホメロスと一緒で錬金石で英雄カードを、もらえるわけでしょ。ジェムやったっけ。まあ それいいっすよね。確定でまあ課金なり、溜まってた錬金石なりで交換できるってなると非常にお得なんですけど、これは11月2日更新予定ということで、まだ集計中って感じかな。うん。さあ、そして、あ、終わっちゃったよ。終わって思ったか。なるほど。まあ、これぐらいの2周年報酬があるよと。まあ、なんか全員にもらえるところもあるし、うん。で、なんか、こうね、おみくじ、宝くじ要素を入れて、ワクワク感を駆り立てるっていうね。で、まあ、ルームマッチ、メモリアルマッチを対戦するだけで、当選確率2倍ということで、みんなライバローぜっていうことなんでしょうね。ライバレ。はい。なるほど、なるほど。これが、これだけじゃないですよね。まだカミングスーンがね、3つあるんですよ。3つ。なんやろ。なんやろね。すぐ楽しみではあるけど、その詳細は、11月2日更新予定と。はい、これね。うん。てかまあ何気にこれがすごい楽しみ。この前のホメロスもねすごいかっこよくなってたんで、今回何になるのかな。またホメロスっていうのはちょっとやめてほしいけど。うん。ということで、はい、2周年ですどうですか皆さん、ライバってますか。うん。まあどうなんでしょうかね。勇者杯攻めてみた結果下っちゃったっていう結果に終わるかもしれないし、それとも、まあ、地方でライバルズの勇者杯に行けないっていう人は喜んでるかもしれないし、まあ、有料化になったことによってこう勇者杯に入ってきてくれる人が減っていったりとか、まあ不安なところはあるでしょうけど、まあ、やっぱりライバルズというゲームはそこまで人気じゃないというゲームなんでね。うん。まあ攻めていって問題はないんじゃないかなと思いますね。はい。僕もまあ2周年記念は毎日ログインしてルームマッチとなんちゃらマッチやってね、ジェム1年分もらっちゃおうかなっていう。まあそんな時間があるかちょっとよくわかんないですけど、うん、まあ忙しかったらできないんですけど、まあまあまあとりあえず抽選に引っかかるように頑張ろうかなと思います。はい、ということでライバルズ2周年おめでとうございます。まだやけどね。うん、これからも楽しみに待ってます。はい、お疲れ様でした。バイバイ。